チャオ、あっちゃんです。今日、6月18日の8時10分、ご飯食べた後のデザートじゃないねんけどもね、ヨーグルトがねぼちぼちね賞味期限がやばいのよ。13日なんよ。はい、であっちゃんね、朝ねスプーンで3口ぐらいずっと食べててんけど、こんだけぐらい残ってて、もうどうしようかなと思って、また明日お買い物行くしいいやと思って、そのこんだけ残った子にあれ入れた、蜂蜜入れてミルク入れてラッシーにしました。飲んじゃおう。おいしい。なんか今回子供が欲しがらへんな。でも 400g 全部飲めへん。これだって蜂蜜でミルクを入れたから、ほぼ満タンまであるから、いらん。美味しい。優しい味です。カレーの後に飲むやん。それはちょっと飲むね。そこちゃう、角から飲む。角からそこの角を飲むね。肩もったらあかん。再起動してるの。ほんだら返して。再起動するの返して。美味しいね。再起動かけんの、あれしなかったんじゃん。それできんのやったらログオフしたから、じゃあキャンセルして、キャンセルして、でログオフして戻ったんや。ほら、飲むヨーグルトやん。カドカミンやからかい。飲むヨーグルトにしてん。飲んでみる。角から斜めに飲むの、いやちゃうよ。もうやめろ、触んな。消して。ちゃう。それ横、それ家で消して。家。はい、パソコンがねフリーズしちゃったみたい。重いのよ、ヒカルがやるゲームが。もうなんかグラフィックすごいから、でね、あっちゃんあの動画編集したまま編集、ね、ソフト立ち上げたったから余計重かったみたいで、ブリさんメモリー入れんなんかもわからんね。メモリー高いからな、悩んでんのよ。まあそんなのどうでもいい。美味しいやろ。優しい味です。光が欲しかってる。と、はい、いうことでね。でこの後ね、なんかね、なんかデザート食べるかもわかんない。お部屋が30度超えて暑いのよ。はい、ということでね、体を冷やすか、お風呂入って、ちょっとね、お風呂入ってから体を冷やすか考えます。はい、ではまたね、バイバイ。